どんどん質問させていただきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。タイムトラベルか。3歳自分の物心がついた頃ぐらいに戻りたいです。はい、そうだな、イメージした姿を全て体験できたら嬉しいです。はい。永遠に生きられないような発明をする。なんか多分際限がない自由ってとても退屈だと思うんですよね。だからこそ多分幸せを感じるし、だからこそ辛さがあるから幸せを感じるって僕は 3.11 からすごく思ってるんで、だから多分終わりがない命だったら多分幸せをこんなに感じることができないだろうなって思いました。はい。ウルトラマンになりたいと、あともう4歳半ぐらいからはオリンピックで2連覇したいでした。はい。ゲームをしたいなって思ったり、友達と遊びたいなって思って出たんですけど、小学校の4年生までスケートが毎日続いて、遊びたいなって思いながらスケートを頑張ってる日々でした。ジンクスはあります。左足から履いたりとか、あとは本番前に出かけるときはベッドメイキングをしてから行ったりとかします。モチベーションは、締め切りに追われると出ます。ピョンチャンオリンピックです。ソチオリンピックです。好きです。窓から見える景色が本当に好きです。学生時代は勉強したりとかもしてましたし、なるべく、体力を整えたりとか、有意義な時間を過ごすように計画を練っています。ゲームとバッテリーとイヤホンとオーディオ機器です。はい。なんだっけ、すだちかな、カボスかな、カボスジュース好きです。はい。和食9割です。はい。 ANA さんの和食がめちゃくちゃ好きです。あ、でもどっちも和食食べます。はい。スケート靴チェックシートを作って一つずつチェックしていく。はい。試合勝手に決まってる。フィンランドです。白夜みたいです。国イタリアとか行ってみたいですね。自分のコラボグッズです。すごい今日グッズの撮影もさせていただいたんですけど、めちゃくちゃこだわっててすごい可愛いなって思いました。ゲームとか、いろんな歌から自分の心象風景とかを描くことです。はい。そうですね、レトロゲームも好きだし、レトロゲーム風なものも好きだし、だけど、まあ、でもやっぱり自分が、ちっちゃい頃にやってた、ファイナルファンタジーの9とか
エストポリス電気2とかそういったものがやっぱり好きです。はい、そうですねって言います。音声合成ソフトでできたゲーム実況を聞きながら目をつむる。4回転半とあとはいろんなプログラムの振り付けだったり、演出だったりイメージを、膨らますことです。はい、そうだな、緊張はほぐれないんですけど、自分が好きな音楽のリズムに自分の鼓動と、自分のテンポ感を合わせにいくことです。はい、3つ、無人島、ナイフ、マッチ、なんだ、水。はい、スケート滑って誰かに褒められるとき。ウルトラマン。負けず嫌い、わがまま、貪欲とか。はい、9歳の時に初めて全日本で勝てたことです。なんか猫って言われます。なんかランディングの時に膝がすごい柔らかかったり足首柔らかかったりするんで、そんな体勢からも降りれるのかみたいな感じで、はい、猫って言われてたことはあります。宝くじ当たったら細々と靴のメンテナンスに使います。マイブームは頭皮マッサージ。美容じゃなくて自分のバランスを整える用のマッサージをします。はい、ピョンチャンオリンピックのフリーのコレオステップシークエンスです。なんで泣いたんだっけ、すごい一昨日あたりに泣いた気がする。なんだっけかな、ミセスの曲聴いて泣いてました。なんだろう、あ、わかった、曲名出しちゃっていいのかな、ラッドウィンプスさんの学生さんと一緒に合唱する動画があって、それで泣きました。はい、羽生結弦。はい、餃子。夢か、オリンピック2連覇。はい、ネガティブ。寂しがりや、負けず嫌い。はい、これからも全身全霊で羽生結弦を貫き通します。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。